はい、じゃあ2019年9月24日、本日のピックアップしたニュースの紹介。まずはこれ、バスケット方式の割合でいくんだっていうのが、Facebook のステーブルコインのリブラの価値を担保する国際的なグローバル通貨の比率に関して、アメリカドルが 50%、ユーロが 18%、これなんとなんと何遍も見直したんですけど、円が 14%、イギリスポンドが 11%、シンガポールドルが 7% の担保の割合でいきますよと。ドイツの雑誌シューピケルが、 Facebook がドイツの国会議員であり、ヨーロッパの議員会議員出身のフェビデマ氏に送信書籍でリブラの担保の通貨バスケットを公開したと報道しましたよのことで、バスケット方式でいけるんですね、これが。まあ、アメリカドルが確かに 50% 半分ぐらい占めて、ユーロが 20% ぐらい、地味に円が 15% 近くあるって、どうしたんでしょう。ポンドが 10%、 これを多いか少ないかと見るか、まあ、最近のあれですよね、ブレグジットじゃないけど、そこら辺の傾向を反映したのか。逆にでかいのがシンガポールドルが 7% と。中国人民元をまあバスケットに入れないっていうことは、この前もサポートしていかないのは言った通りなんですけど、円が 15% なんですね。でバスケット方式でいうんですね。完全にアメリカドルペアじゃないんだ。これでも面白いな。私は完全にアメリカドルペアで行って、ユーロペアとか円ペアとかポンドペアとか、そのシンガポールドルペアとかいう風にリリースしていくと思ったんですよ。分けると思ったんですよ。これ他のステーブルコインとかもこういう方式あるじゃないですか。アメリカドルを入れて、要はポートフォリオみたいな感じですもんね。仮想通貨でいうとビットコインの割合を多くして、次にイーサー入れて、あとリップルとかイオスとか、そこら辺をキャッシュとかをちょろちょろ絡めていくみたいな。これまでだな、ここの通貨に入れてまえん、誰か Facebook の神の一声で裁きを出せるようにだんだんなっていくんですかね。どうか人民元を入れてくださいとかいう風になっていくんかな。アメリカもそうだな、あんまりおかしなことやっとってな、いやアメリカドルさんの 割合減らしていきますよとかいう風になっていくだろうな、これな。これでも面白いですね。なんかどんな風になっていくのか、これ期待だな。あ、ありだな、これ他のステーブルコインもこれありですね。私的にこれ非常に興味があるというところで、はい、次。そうだな、技術の社会も私が今まで言っとるようにこんな感じに協力してばいいんじゃないかなっていうのが、 IBM のブロックチェーン総括のジェイソン・ケイリーが CNBC の放送で、ブロックチェーンの技術はチームスポーツと発言して、 Facebook と協力する準備ができていると発言していますよ。要は技術開発に関してはチームスポーツということで、企業が複数の産業なんかにわたって協力する方針を模索していけばいいのではというところで、そうだな、別に何競争して技術の張り合いとかは別にしてってもいいけど、そこで意外見合ってあれだもんな、落としたり死んでもいいとこお互いがシェアして協力していきゃいいですもんね。できることできんこと自分たちの得意分野ありますもんね。自動車作っとるとこに洗濯機作れって言われたら誰だもんな、難しいもんな。プログラムとか貸すしとるとこにな、草むしれって言われてもな、なかなか難しいもんな。これでもでかいですね、 IBM と Facebook がまあ協力体制、特に IBM の方が情報ではないけど寄り寄っていくような形で、 Facebook としても当然欲しいですわね、技術会社に関しては。これさらに私が前から言っとる通りに、カカオとか LINE とかそのあたりごほっと絡んでくると、バイナンスとかもね、めっちゃ面白くてワクワクするんじゃないですか。その革命的な開発を生み出すという過程として競争とかっていうのはいいんですけど、別にね、再三言う通りに蹴落としまでまだに任さんでも別にいいですもんね。買収とかまた別のあれですもんね、技術提供の形があるんだから。これでも本当あれだな、表面立ってないけど Facebook 中心に回ってるような感じですよね。IBM ですら寄り寄ってくるんだもんな。技術力っていうより SNS がバックにあるその存在力を、多分あれでしょうね、みんなが懸念しとるところでしょうね。そう、あれだけのソーシャルメディアを作り上げてきたんだから、技術力に関してはもう間違いなく申し分ないし、さらにね、先見の明があるというわけではないけど、買収なんかに関しても、まあ、的確にやっとるところもあるから、自前で開発的に買ったら買っていけばいいという精神もあるから、まああれだろうな。より寄ってくとは妥当にしても、IBM の方からすかっていうのはね、あとあれだな、カカオ、LINE、サムスン、そんなあたりですかね。どんとでかいですね。これなんか Facebook 中心に完全にブロックチェーン界隈がなんか回っとるってところで、めっちゃ表には出てないんですけどね。はい、ということで次。これ子供の塾とか学校とかもだんだんこんな感じに本当顔認証とかの管理になっていくでしょうね、というのが。ワン&ツーサーズとカーグが顔認証を利用した教育学習塾などへの入退室管理の顔メルをリニューアルしてリリースしていきますよ。これ知らんかったんですけど、この顔メルっていうのは塾なんかの入退室にスマホやタブレットで操作して、この顔写真を撮影して顔認証して、その写真付きで保護者に LINE やメールなんかに通知するんですって。要はだから来ましたよ、帰りましたよとかありですね。これ塾とかだけじゃなくても医者とかでも別にいいですよね。学校とかもそれこそそうですし、会社でもそうだな。あのタイムカードとかやってるようなところあれですよね、
こういうデジタル管理でいいですよね。その子どもの安全とかっていうところもありますもんね。何時に帰ったとか、要はまだおるのか帰ったのか、ね、帰ってどこに行っとるのかとか、そこら辺もやっぱ不安になるところあるから、特に今のご時世ね、何があるか分からない、いや、これ冗談じゃなくて、本当に。管理される、まあ子供のね、行き場所がどこか分かる、例えば友達のとこ遊びに行ってもなんかバレちゃうとかね、コンビニに買い食いしてもなんか分かっちゃうとか、まあそこら辺のところはいろいろありますけど、まあでもそれはそれであれだよな、またバレんようにさ、例えばね、このぐらいの年だと男女でもね、付き合ったりじゃないけどあると思うけど、そこら辺も何バレたくないとか言いたくないとか、学校とかね、なんかそこら辺のね、親とか規制とかによってね、反対されるとこもあるけど、そういうのをごまかすっていうの。例えば彼女となんかどっか行きたいんだけど、こうやって顔認証があるとこをごまかしてシステムを開発するとか、逆に友達とどっか遊びに行きたいんだけど勉強してなんかおることにしなかったんで、おるようにするように偽装するような開発するとか、そういう何悪知恵を働かして技術開発につながるっていうメリットもありますよね。昔でもそうですよね。遊びたいもんね、親の目を欺いてね、たわいもない知恵を本当振り絞って何らかをやっていくと、それもね、技術の延長線上で開発してるとか、まあそういうとこもありなんじゃないかなって。これは子供問わずに大人とか含めてあれでしょうね。会社から学校から、それこそあれですよね。2人以上の組織に対するところ全てですよね。ゆくゆくは本当あれですよね。前々からも言っとる通り、コンサートなんかの入退室に関するところから、公共機関とか医者とか全てですよね。まあ、管理されるのがいいのか悪いのか、そこら辺の問題は別にしても。これによって少しでもあれですよね。本当に惨劇を防げるような結果になっていけばいいですよね。本当、このご時世怖いというところで。はい、ということで次。中国の武漢では、バイドゥなどに対して一般道での無人車両テストのための中国初の少量ライセンスを発行していきますよと。バイドゥにハイリオンテクノロジー、ディープブルーテクノロジーを含む企業に関しては、この武漢の交通当局からライセンス取得して28キロの指定道路でテストを実施できるようになるんですって。当然のごとく 5G なんか利用したネット接続をした車テストをするための市が設定したデモンストレーションゾーンとして、特にバスやタクシーに物流なんかに関するトラックはさらに衛星車両なんかいろさまざまなのがテストするために、そして事業を立ち上げるために国内外40以上の自動車メーカーが集まりましたので、でかいですね。めちゃめちゃでかいですね。一般道かつ 5G 環境があるところで、さらにこれ数百メートルごとに自動運転車両に関しては交通監視のポールなんかを搭載して、時間の経過をミリ秒単位で短縮してセンチメートルまでの遷移速度、即位速度を向上させ、さらにはこのポールには 5G ワイヤレスと中国内の SA システムが装備されてるとして、もう素晴らしいですよね、本当に。テストするにはもってこいの環境というところで。ゆくゆくはでも本当あれですよね、公共のバスとかが完全ネット、高速ネット回線が通って、それこそ衛星なんかも受信できて、制御なんかを逆にその回線とかで行っていくとかいうふうになってくるでしょうね。まあもちろんそのネットが繋がらんとか電気がっていう問題はまあ抜きにしてね。それはまた別の問題ということで。ここはでも本当あれだな、バイドゥ筆頭とするスーパー企業からいろんな各中国の市とかそこら辺の自治体団体からは協力してほっとられだもんな。技術開発にして IBM と Facebook じゃないけどいがみ合わずにいい姿勢ですよね。お前がいい姿勢って言うなってとこですけど。さあこんだけあれだな、テストする回数が増えてって各企業が集まれるような体制を整えていくと、そう集まってきますわね、いろんなところが。まああれだな、本当に中国伸びていく意味はこれもう素直にわかるよなというところで。はい、で次。だんだんこれいろんなところでサインするサービスに関してもこのオンラインの署名が増えてきましたよねというのが、韓国のヒュンダイ会場がオンライン契約の締結時の公認証書を交換する携帯電話に直接署名の認証サービス特許を取得しましたよ。これによってヒュンダイ会場モバイルやホームページ、さらには PCホームページなんかに関してでも公認認証書がなくても携帯電話の直接署名で保険料の計算や商品登録が可能ですよ。テレコムとかでも増えましたよね。契約とかではないけど何か行くと署名に関するところも携帯上で書いてしまうとか、ある程度の企業日本でも結構これ増えてますよね。当然そこら辺の署名なんかに関してもないですよね。改ざんできんようにとかブロックチェーンとか絡めてくると、まあなお強力になってきますわねということで。さらにここら辺なんでしょうね、ハンコとかがいらんとか署名に関してもだんだんデジタル化っていうとか、ここら辺に関しては結構進んでるんですよね。日本でもこれ結構あるんですよ。サインとかを求められるときに鉛筆とかボールペンとか、鉛筆とかカンカンが少なくなりました。サインを求める時点でどうかっていう、そういう意見はなしとしても、まあ、本当に紙を少しでもなくす、できるだけデジタル化にするっていうことで効率化していくってこと、まあここら辺はあれですよね。地味な分野なんですけど、まあ改善内容としては非常にあれだな、私はこういう効率なんで今日
興味があるというところで、はい、ということで次、もうこれここまでになってくると本当に社会問題じゃないけどあれだもんな、プチテロみたいな存在ですもんね。というのは大阪摂津市では警察官が煽り運転を実演した講習会を開きましたよ。やっぱ300人規模が参加したってあるんですか、これ。いや、こうやって講習会を開いていくとかありますか、これ。免許の取る過程とかで教習所とかでこれデフォルト仕様とかになってくるんじゃないですか。例えば煽り運転なんかの対策に関するところのね、授業とかテキストじゃないか、それ何時間やらなあかんとか。いや、そうだもんな、これ何こういう風に例えばやられた時は動揺してね、交渉しようじゃないけど話しかけてくるから喋り返そうとして、いや怒らせるといかんとかという意味で窓を開けたりとか、そういうのもあれですもんね、あのさせないとかっていう教育が必要になってきますもんね。あの犯人を縁に煽らないとかね、それとか車に逆にあれでしょうね、その電話とかを触るふりとかしんくても、もうデフォルトで例えば車の中にねあるボタンがあってそれを押すともう警察に直通にかかってしまうんで、あの話さなくても例えば煽り運転じゃないけどなんか受けたとか事故があったとかっていうことをダイレクトに伝えられるような機能というのがデフォルト仕様で続いてくるんじゃないかなと私は思ったんですけどね。こういう時って要はあれですよね、電話とかしたりすると多分犯人を煽っちゃうもんで余計ひどい結果になるっていう可能性があるから、あのバレないように通報するっていうのは、そのボタンをこそっと押すだけで、まあ、そんな機能とかなんか例えばね、あのガラスに衝撃が加わったらもうあのセコムじゃないけど警備会社へ連絡するの、それを警察の方へとりあえず通報連絡するっていうので、そこに 5G とかの回線があればね、映像なんかあると、あこれ煽り運転でやられとるあかんがねっていう風にね対策にできると なおいいですわね。だってこれ煽り運転って言っても何、別に煽っとるだけじゃないもんね、みんなあの何殴ってくるもんね煽りじゃないよね、あれ暴力運転だよね完全になあ、あれ立ち悪じゃないけどな、昔そうだったもんな、私の小さい頃、小さい頃でも中学とか高校ぐらい、あれそうですよ、ほんと立ち悪とかいてバイクとか乗っとるやつ無差別にね、まあ丸々もどき、ここら辺ちょっと伏せ字で言いますが、私も長生きしたいんでが変に煽るんですよ、あの全然知らんバイクとかでも、それで何何のねやったとかじゃなくても、ただバイクで走っとるとかでボコボコにしていくんですよ。それを立ち悪って言っとって、結構遭遇する確率高かったですよ、バイクで走っとるだけで。警察より逆に立ちが悪いっていうのはだから立ち悪とか言われてたんですよ。煽り運転もそんな感じですもんね、ほんと立ち悪ですもんね。煽ってってね、なんかまくってたりしていくぐらいなら、まあ先行ってくれやみたいな感じになるけど、こんなね止められて殴られたりね、あのエアガンで撃たれたりとかね、たまったもんじゃないもんね。そういう通報デフォルト機能とかね、だってこういう時って人間あれでしょ、大体みんなこんな経験しないからあれだもんな、そんな対処の仕方わからんもんな、ね、そんな頻繁になあれ車で煽られて殴られる人なんかおらんしな、まず一生でそんな遭遇する機会ないもんな、この国日本だもんな、そんなあれだもん な空爆とかテロとか頻繁にあるような国じゃねえもんな、これちょっとした本当精神的な解決を求められる社会問題ですもんね、これは結構あの必要ででかいと思いますよ、これは。だんだんみんなこれ車乗らんくなるだろうな、本当にこんなことされるんだもんな、たまったもんじゃないわなというところで、はい、じゃあ次、単純なまた興味本位で、私これ来てなんか動いてみたいよなというのが、関西空港の国際貨物地区にてパナソニックが開発したハードウェアのパワードウェアを導入していきますよと。この見た目の通りに本当に腰なんかにつけるようなアシストスーツで、動きなんかを1センサーで検出して、腰のモーターなんかを回転することによってこの腰への負担を和らげていくんですって。アシスト重量に関しては最大10キロぐらい、約4時間ぐらい稼働できるって、まあ、半日ぐらい動けるってことですか。そんな重たい荷物ロボットが持ってくれとかいう話はなしにしても、だんだんこの重量物の持ち上げとか荷物のピッキングとかに関しても、まあアマゾンはほとんどあれですよね、人間がやってないですけど、だんだんロボットがやられる、もしくは人間がやってもこういうサポートスーツをつけていくっていう風になっていくでしょうね。これは草むしりとか他のにも使えるでしょうね。草むしりもロボットいいわな、それ言い出したら、まあ、こういうのを使い出してね、あの体が弱ったとかなんかまたそういう研究結果でできたらまた別の話になりますけど、どんな感じかなんかつけてみたいですね。私こういうの結構好きなんですよ、ああいう空中服とかじゃないけど、あの星ヒューマンのあれですよね、ギブスじゃないけどあの手のものって結構そそられてるところで、ね、宅配荷物の倉庫とかね、ああいうパレットとか扱うような、なんか荷さばきするような倉庫とか、こういうのがもうデフォルト仕様とかになってくるんでしょうね。なんかバイトとか面接行ったら強制的に渡されるとかね、こういうの使いたいで、なんかそういうとこ行ってみたいな。あの使用感とかそこら辺に関して私は非常に興味があるというところで、はい、じゃあ次、これ数字で見ると意外に少なくて、 DEX ってそんなにあれなんだな、普及してないんだなというのが、 DEX 関連データの DAP トータルサイトによると、23日の先週記事のイーサリアンベースの DEX の総取引量の合計が約18万イーサでしたよ。アメリ
カドル換算にして約3800万ドル相当。前週比、だから前々週比と関して 40% ぐらい増加したってこと。これでも 40% 増加したんですよ。利用数に関しては、これで数字がこれすごい少ないんだなっていうのが、IDEX が約6000人強、トークロンが約3000人弱、ユニスワップも同じく3000弱ぐらい。で、私のごひいきの我らがカイバーネットワークが2500人ほど。さらにこちらも私の大ひいきのバンコールが1800人ほど。まあ少ないんすね。マイナーすぎるんかな。英語圏内とかそういう問題じゃないですよね、これ。知られてないんかな。DEX ってなんだっていう話になるんかな、多分。で、この合計取引量、イーサリアムの量に関してが、イーサ通代が5万6000イーサほど。で、カイバーネットワークは2万8000イーサほど。で、ユニスワップも同じく2万8000イーサほど。さらに利用者数の多かった IDEX に関しては1万9000イーサほど。さらに同じく利用者数でも2番目に多かった、まあ僅差ですけどね、トークロンが1万5000イーサほど。そこまであれなんだな。カイバーとかに関しても1週間で約3000人ないぐらい、利用者数に関して。イーサの取引量に関しては、まあそれでもあれか、3万近くあるから、金額換算すればそこまでってことでもないか。ただ結構あれだな、私的にもう桁がね、2つとか違ってもいいぐらいかなと思ってたんですけど、なかなかあれだな。本当の仮想通貨取引所、要は DEX っていう意味で目指したカイバーとかバンコールとかが、まあおなじみのプロトコルを作ってって、仮想通貨取引所もどき、分散型取引所もどきをこうやってやっとる、開発しとるんですけど、そこまであれなんだな。量とか取引量だけでなく、利用ユーザー数とかでも増えた、前週比から増えたとか言っても、いくら相場が下落しとるって言っても、そんなあれなんだな。すごい数字じゃないんだということで、まだなかなか認識度が低いとともに、使い方に器具を覚えるところが多いんでしょうね、多分。日本でもそのデジタルマネーなんかに関するところ、なかなか何、一回も使ったことない人が触りにくいとかって言ってるところ、それ以上だもんな、こんなもん使うのに英語圏内だし、英語以外の圏内の人は手を出しにくいし、さらに仮想通貨とかデジタル通貨とか触ってないと、まずあれだもんな、やる気にならんというか、わからんというところがあるでしょうね。1から10までマニュアルがあるっていうわけじゃないもんで、想像以上にこれ少なかったなって、そういう意味で言及しましたというところで。はい、ということで次。もうバイナンスもなんかこれかなり方向性変わって、完全金融商品を前面に打ち出してきたよなっていうのが。バイナンスが9月25日に第6弾のローン商品を提供してきますよと。まあ毎度おなじみの金利がつくやつですね。14間限定付きで、このローン商品が利用できるようになってて、先着順で購入できますよと。まあ、内容的にもそれほど変わってなくて、バイナンスコイン、BNB、ビットコイン、EOS、イーサクラシック、イーサリアム、チェーンリンク、テザー、リップルを貸し出すことができて、これで9月25から19日までの間の支払い利息を獲得できますよ。完全になんかあれだもんな、金の匂いをさせるもん、前面に打ち出しとるもんな。今までとちょっと方向性は変わっていいだろうな、ガラッと。これもでもバイナンスのプラットフォームができる技で、他の取引所が同じようなことやろうとしてもなかなか難しいですわね。こんな 5% 以上 10% とかそんなぐらいの金利をこんなポン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 出していくぐらいの、いくら貸し出しローン商品とはいえ、出せるほどの体力とそれだけのエコノミー圏内を生み出すプラットフォームがないとできん至難の技です。まあ、すぐソールドアウトになるのはもう目に見えとって、変えたらラッキーぐらいな感じでしょうね、本当にね。にしても本当になんかガラッと方向性が変わってきたよなーっていうところで。はい、じゃあ次。もう今あれだな、完全なアップデートハードフォークだけでは相場とかにほとんど影響ないよなーっていうのが、仮想通貨時価総額現状で一応7位の EOS のハードフォークが正常に完了しましたよ。アップデートっていうところから、昔で言うとそのキャッシュ、ビットコインからキャッシュとか、キャッシュからサトシバージョンとか、そういうところの完全分岐に近いようなところのハードフォークじゃないから、そこまであれだよな、価格高騰につながらんというか、むしろ下がるパターンの方が多いですわね。そのプロトコルとかそこら辺をアップデートして、ものすごい目新しい機能が出てくるってありますけど、ならそれまでですけど、なかなかあれだもんな、そこまでの機能というのはないもんな。と同時に慣れすぎてマンネリ化しすぎたってとこもあるでしょうね。昔だとこういうのがあると、もうエアドロップとかしてバン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 配ってたけど、今さすがにあれだよな、そんな景気いいわけじゃないもんで、ばらまきはできんってことですわね。私は EOS のボイスなんか、ツイッターを目指すような分散型プラットフォームに関してはめちゃめちゃ期待しとんですけどね。立ち上げるというニュース出てから、それから音沙汰なくてどういう風になっとんかなって思っとんですけど、あれに関しては私は非常に期待してますよ、本当に。ここへでもあれだろうな、私的にはやっぱり
LINE とかカカオとかの関連が開発プラットフォームとしてゴボッと顔を出してくる可能性があるんじゃないかなって。当然 IBM、Facebook も控えてますし、サムスンもそうですわね。完全なブロックチェーン開発企業とは違うからちょっと方向性は変わってきますけど、まあそれでもあれだな、期待するわな、こういうところを脅かすという意味で。はい、ということで次はオラス。これまだあれなんだな、韓国 ICO とかそらにこだわっとったんだなというのが、韓国の野党の自由党が ICO の許可などを求めていますよ。当然これ野党サイドとしては仮想通貨の合法化とブロックチェーン産業の発展なんかをまあね、戦略的産業部門として支持するとして、まあこれはね、綺麗な言葉で言ってますけど、当然公式文書やライセンスに関してブロックチェーンなんかでバックアップしてモバイルアプリなんか保存していけば、文書に関しては偽造なんかが防止してるけど、まあそこら辺は言われんくても分かっとんですけど。ただその中でも ICO や IO なんかの明確なガイドラインを行っていくと、このブロックチェーン関連、仮想通貨関連のビジネスの不確実性を取り除けると発言していますよと。まあ要は許可しろ、資金調査させろって言いたいってことですよね。もう本当にこの ICO 関連全然言葉聞かんくなって、まだこだわっとったなってとこなんですけど、別にこれ ICO じゃなくてもいいですよね。要はその資金調達の一環として何らか別の方法でもっとやりやすいのがあれば、要はね、お金集めるのに簡単な方法がありゃいいっていうだけで、あの別に金が欲しいとか言ってるわけじゃないですよ。その開発費とかそういうところのサポートになっていけばいいっていう意味で、本当にこの仮想通貨関連の資金調達、金融商品の移り変わりってあれだもんな、カメレオンの色みたいに早くて半年数ヶ月も経たんうちに廃れてるから、もうそんなこだわらんのでもいいじゃないかなって。だって取引所がサポートしてやっていくような IEO なんかに関しても、全く名前聞かなくなりましたもんね。だからバイナンスがああやって金利の金融商品なんかやったり、本当次々のいろんなものを打ち出していって、ダメなら潰していくっていう形で、結局は最終的には開発の資金調達になれば何でもいいじゃんっていう、まあそういう柔軟な方針でいいのではと思ってますけどね。ブロックチェーンを完全に規制しとるとかそういうあれじゃないか、そこまで私はこだわらんのではいいのではと思ってますけど、開発の規制を緩めるっていうような話は別ですけどね。はい、ということでそんな感じで来ましたけど、相変わらず世界的にはそんな表面出てないけど、本当にFacebook 中心に特にリブラプロジェクトとかそこら辺の立ち上げとかの関わってくるところあるから、非常にアメリカ政府、中国の動向まで巻き込んだところの完全中心的な話題存在ですよね。 IBM なんかも協力姿勢サポートして、まあおそらくあれでしょうね、協力開発っていうところになってくるでしょうね。本当にドヤ顔しとるわけじゃないけど、もう私が前々から言っとって想像しとったところのめっちゃ期待感が高くて、ここにサムスンやね、カカオやLINE や当然 IBM 絡んでいくの見えとるし、あとはバイナンスやコインベースやね、さらにブロックチェーンからは他にもやっとるような企業のね、バイドゥとかアリババとか、それこそ Google とか Amazon とかね、いろんな企業ほんとゴボッと巻き込んでいけば、めっちゃ楽しそうな開発技術が期待できますもんね。そこら辺のところが中国武漢でもバイドゥ中心にした商用ライセンスを特に一般道なんかで 5G 導入してやっていけるとこもあって、やっぱほんとテスト回数ですよね。Facebook に関してでも開発なんか着々とやっとって、それっぽい技術の会社も買収したりと、とにかく本当にひたすら手を動かして試行回数を繰り返すことだよな。まあそんな技術関連、効率関連、割と細々としたニュースはある反面、煽り運転なんかのあの問題は地味にでかくなってくでしょうね。普通の人はそんな目を向けんような講習会やったのを言及しましたけど、私的にはあれが本当に何、教習所とかの必須科目のデフォルト仕様になってて、ああ教習所がそのなくなるとか、スタサブみたいにオンラインでやればいいとか、効率化していけばいいって、そういう話は抜きとして、車なんかでもその 5G とかがだんだん普及して当たり前になってくると、デフォルト仕様になって、もう警察じゃないけどサーバーとかへもボタンを押すだけで直接転送できるっていうの、電話しなくてもっていう機能が出てくるんじゃないかな。でエンジンかけるのはね、今で言うと形のある鍵じゃなくて電子キーとかのはありますし、ボタンを押すだけで、それの延長線上で本当にハザードタクルとかウインカーを押すとかワイパーかけるとか、そんなレベルのボタン操作で煽り運転を受けた際、もしくは何らかの自分にとって危害を与えられそうな瞬間になった時にボタンをポチッと押してドラレコ機能も連動するとか、保険会社から全て絡めてっていう風になっていくんじゃないかなって。飲酒運転の時にエンジンがかからんとかっていう完全なリミッター機能をつけるとかと一緒のような感じで、そんな感じの本当にあれ、現代病ではないけど、解明されてないところからの精神から来とる、本当にあれだもんな、病気ではないけどプチテロだもんな。完全に立ち悪って言いましたけど、本当立ち悪いもんな。あれはメリット埋まらんし、デメリットだらけで危害ばっか与えて、やった方もやられた方も取り締まる方も全てあれだもんな、デメリットしかないもんな。完全テロだもんな、あれは。本当に対策すべき問題だよなと。本当に大きい声で
手を挙げるほどじゃなくて地味で目立たんですけどね、特に本当に日本で普及しとるっていうのはあれはちょっと精神病じゃないけど、そこら辺のあれだな、ゲームのやりすぎとかと一貫ではないけど、何らかのあれだな、因果関係があるでしょうね。あ、この時代になって煽り運転が増えてきたっていうのは昔からあって表面化しんかったのか、そこら辺の問題はまた別としても、そういう意味では興味深いところありますよね。あのただね、怖いし立ち悪いし面倒くさいしデメリットかしかないし効率悪いから関わりたくないっていうのはありますけど、はい、ということでそんな感じで以上2019年9月24日本日のピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。